山崎幸太郎と内山拓也の政治哲学チャンネルです。こんばんは、森哲子です。今回のテーマは小池百合子と石原慎太郎です。それでは山崎先生、内山君、よろしくお願いします。こんばんは、内山拓也です。本日も山崎幸太郎と内山拓也の政治哲学チャンネル始めたいと思います。だいぶちょっとご無沙汰になってしまいましたけれども、はい、今日のテーマは石原慎太郎、ごめんなさい、小池百合子と石原慎太郎ということでしたけれども、まあ、今ですね、石原慎太郎に対する、まあ、石原慎太郎さんに対するバッシングというか、豊洲の問題において責任者は誰なのかという時に、まあ、テレビを含めてですね、まあ、都知事のハンコをしてあっただとか、うん、そうでなかったとか、そういうことも含めて、話題にもなってますし、小池さん自身も石原さんにというような、ね、追及の仕方になっていると思いますけれども、まあ、先生、先日もネット等で書かれたと思うんですけども、その地方議会においてはですね、やはりその責任の所在というときに都知事が一人悪いのかと、うん、つまりその議会というものが本来その知事が出した予算案なり何人に承認しているんだから、うん、議会の責任は大きいんじゃないかということを書かれていたと思うんですけども、まあ、そのあたりを含めてちょっとお話しいただきたいと思います。僕はテレビを中心にしてこの問題は盛り上がってる。だからテレビが盛り上げている原因は何かっていうと、石原慎太郎っていう個人攻撃をすると盛り上がるわけ、はい、だからでも僕はまあ結論を言っちゃうと、石原慎太郎個人には確かに責任はあるけれども、石原慎太郎の全責任ではないと、それは都議会との半分半分であって、でもし都議会がその承認喚問とか、それからその百条委員会とかなんとかっていうことをやって石原慎太郎をとっちめたからといって、全然石原慎太郎の石原慎太郎潰しには向かないと思ってます。だからこの問題はね、おかしいと思うんですよ。だから僕は むしろね、なんていうの、小池百合子っていう人のね、資質の問題だと思う。彼女自身に、そう、石原慎太郎がどうのこうのか、うん、そうそう、小池百合子ははっきり言って、僕は、普通、都知事になるまでの小池百合子っていうのは、穏やかにね、それなりに政治家としてやってきたけれども、やっぱり都知事っていう、ある種の、大統領的特殊な権力を持った時点で、何でもできるわけじゃないですか。韓国のリクネみたいにね、はい、だからちょっとそこでさ、小池さんなりに錯覚というか幻想を持って何でもできるっていう感じを持った時点でおかしくなってるっていうのが今の、都政の問題で、都政が国政に反映してるでしょ、はいはい、今ですね、これはだから日本にとってはさ、結構、どうでもいい問題じゃないんだよね、うん、だから小池さんの問題だけど、小池百合子みたいな人間、政治家を許してる日本の政治っていうのは少し気をつけないといけないっていうのが僕の考えなんですよ。それはやっぱ昨今言われるそのポピュリズムとか、ね、うん、そうそう、そういったことにもちょっとつながってくるんですか。そうそう、そういうことです。そうそう、はい、うん、例えば、韓国と北朝鮮はさ、韓国ははっきり言ってそのポピュリズムで動いちゃってるわけでしょ、はい、で大統領でさえも弾劾されるしさ、クビになっちゃったりする、はい、で北朝鮮に行くとさ、それがそのまま命まで奪っちゃうとかさ、そういう関係になっていくでしょ。それははっきり言ってさ、恐怖政治でありさ、テロ政治でありさ、そういうことで、ところが近代っていうのはさ、そういう政治をさ、やめたいっていうことによって法律とかさ、そういうのを作って、民主主義とかさ、まああんまり僕は民主主義がどうでもいいんだけど民主主義っていう言葉によってさ、三権分立とかさ、はい、いろんな防御装置ができたわけでしょ、はい、権力の独走とかさ、独裁政治家が独走することを防ぐことが、ために民主近代政治は出来上がったわけでしょ。まあそれは僕はまあそれなりに認めてるわけ。今僕はヘーゲルっていうかさ、ヘーゲルの法の哲学っていうのをさ、ちょっと読んでるんだけど、
そのヘーゲルの方の哲学っていうのもさ、やっぱりあの議会っていうものを重視してるわけよ。議会っていうものがあるから、ある意味で独裁者の独走を防いでるし、で責任は議会にあるわけだ。で世論とかも、世論もあの言論の自由があるっていうことは、世論も力を持ってるわけだよ。だから今の日本だとさ、例えば、そういうことがあるわけだから、それを前提にして、石原慎太郎個人にさ、責任を集中するっていうことは、石原慎太郎が独裁者であってさ、昔の、中世の王様であるかのように見てるわけだよ。それはおかしい。やっぱテレビ局もですね、うん、報道の仕方で見ると、まあ、ある局なんか石原ファミリーというふうに、ね、そう供養してて、まるでその今先生が言ったように石原一家というのが王朝のような形を取ったって、政治を我が物のようにしてるような、うんうん、でまあ四男の問題とか、まあ、長男と次男、あれはごめんなさい、三男さんはあの国会議員ですけども、まあね、四男さんのその海外の問題とかいろんなことあるだろうと思いますけど、ただ僕はこの今回の問題もね含めて、地方議会、いわゆるこの二元代表制の問題というのと、うん、国政と、皆さん多分テレビをご覧の人たちとか、まあ普通の人は政治で同じでくくってると思うんですけどね、うん、僕はこれ全然別個の問題だと思うんですよ、この地方議会の問題。だから東京都の問題ってある種地方議会の問題じゃないですか、うんうんうん、これはいわゆる国政の政治の怠慢だとか、そういうのとはまた別な話でね、うん、やっぱりその、まあ、いろんな方おっしゃってますけど、現代におけるその地方議会がほとんど機能してないと、それは東京都に限らず、まあ、それで橋本さんは歯がゆい思いをして、まあ、自分でこう政党を作って数を持ったと。だけど本来ですね、地方議会とかっていうのは別にその人 の首長の所属の政党がね、何かどうのこうのということじゃなくて、まあその首長が出した予算案とかそういうのに対して議会がしっかりと精査して、そこでチェックしなきゃいけないのに、それがそのできてないじゃないですか。でそのためにこう政務活動費とかね、そういうのがあるのに、ほとんどみんな政務活動費が自由研究みたいな形、まあ、これは片山修理さんがネットの中でインタビュー答えてましたけどね、うん、ほとんど自由研究みたいな形で使っちゃってるから、うん、あの号泣議員みたいなのが出ちゃうんだと。本来その予算とかにあったことに関して、それに関することを調べて、それでこう追求すればいいのに、うん、ほとんどこう首長が出した予算をですね、まあそのまま通しちゃって終わりみたいな。だから自分たちが予算に対する責任を持ってるっていうふうに考えてる人、あの地方議員が少ないのは、今回の問題の僕は大きな問題の中の一つかなと思うんですよね、うん、だから、例えばあのととあなんだっけ、豊洲、はい、豊洲市場移転問題っていうのは、はい、石原慎太郎がさ、はい、独断でさ、そうですね、単独でさ、あの東京ガスと契約してさ、うん、やったわけではないわけでしょ。最初まあそういうやろうとしたとしたかもしれないけど、でも都議会がさ、それをあの承認してさ、それを承認したから石原慎太郎も反抗してさ、やったわけでしょ。ということは石原慎太郎にも責任ももちろんあるけどさ、一応一番トップとしてさ、で石原慎太郎だけに責任はあるっていうことはありえないよね。もちろんだってやりたいっていうふうに言うのは首長であってね、うん、こういうふうにしたいんだと。そうでそれに対して本当にじゃあいいのかな、そのままで、うん、っていうことを議論して言う、何に合議制である議会があるわけですよね。だからほとんど今の地方議会というのは大体検察官とね、うん、いわゆるその裁判官が一緒じゃないかみたいなことを指摘した首長さんもいらっしゃいましたことで、私が指摘してる、うん、それはその通りだなってことは、そのまま OK しちゃってるから、うん、まあ結果的には実質的にはそうなっちゃってるんだけど、でも例えばさ、あれ豊洲移転の話にこだわるとさ、豊洲移転の話はもうあの議会で揉めてさ、必ずしも圧倒的多数でさ、こう通過したわけじゃないよね、はい、議論で一人とか、ね、あの数が合わなくて半分半分になってて、ギリギリのところでやってるわけでしょ、うん、それはやっぱりあのそれぞれ議論してるはずだよね。ということはその議会に多くの責任はあるよね。だからそこに焦点を当てるべきなのに、うん、さも石原さん一人が悪いと、まあ別に、うん、まあ、石原さん都政が全ていいとか悪いとかそういうことじゃなくて、ね、いや僕はね昔から石原慎太郎はものすごい批判的で、あの人のワンマン経営にはもう批判的なんだけどさ、でもだからって言ってさ、石原慎太郎に責任を感服せればさ問題を解決するかっていう、今のさ僕はあの話はちょっと変わるとか、あのテレビとかさ、一般大衆っていうか東京都民っていうかさ、東京都民ってやっぱりバカだと思うけどさ、
このレベルのさ、このレベルの人たちのさ、テレビ民主主義っていうかさ、テレビ的、僕はテレビの政治漫談っていうんだけどさ、それで政治を動かそうとしてるっていうことはもう大問題だと思う。だから、まあ、はっきり言って今僕は先生に一番ね、うん、ある種聞きたいのはそこなんですけども、うんうん、ある種ですね、その石原慎太郎という人に対する、ね、評価っていうのが、まあ、ちょっとこれは今言ってる町議会とかね、政治的本当のその政治の機能の話とはちょっとずれますけれども、うん、まあ先生の言うその文学と政治とか含めた時にね、うん、今の追求してる側の人たちとか今テレビ見てる人たちも他も石原慎太郎というのはどういう人物かも知らない、まあ、別にそれが彼がね、だからといって、ね、いいとか悪いんじゃないんですけども、ここは僕はね、ちょっと面白いところだなと思ってます、うん、だから僕はね、石原慎太郎とかね、もうこの前のね、その前のあの、沖縄集団自決問題で、はい、大江健三が裁判にかけられ、うん、裁判の被告と、被告だっけ、あ、被告として裁判所に出頭して、はい、して、出て証言してるわけでしょ。いや、こういうね、はっきり言って大江健三郎とか石原慎太郎レベルの人間をね、この裁判にかけたりね、裁判所にまず呼び出してきたり、今回みたいに今度はなんか、証人喚問だけじゃなくて百条委員会にも、呼び出すらしいっていうふうになってるけど、いいんだ、それはいいよ、呼び出すのは、まあね、悪いことしたらじゃあ、じゃあお前天皇陛下を呼び出すのかと。いや、それとはちょっと話が違った。天皇陛下と追いかけと森喜朗さんもさ、はいはい、オリンピック競技場問題で結構矢面に立たれてたでしょ。あれは小池さんのやり方っていうのはさ、いわば日本のさ、ある歴史をさ、全部さ、あのこう挑戦してるわけでしょ、うん、それは大衆はそれことに拍手喝采するけどさ、はいはい、これははっきり言って、政治制度とか文化制度とかそういうものの歴史としてはさ、そういうのをどんどん許していいのって。いや、先生おっしゃるように、僕はそれは多分、ね、日本の政治的なものを、ね、壊してるんですよね。日本政治っていうのはそういう権威とかある人がいて実際やるのはまた別だとか、うん、それを多分こういう民衆をあの、うん、煽ってですね、うん、過去のそういう人たちをどんどん壊そうとするって、ある種共産主義っていうか、そうそう、それはね、やっぱりだから、ね、小池さんにはね、ちょっとね、あの、大衆的人気っていうかね、そういうの、うん、テレビ的人気っていうのも、うん、出てきたことは確かだけど、それがある種の危険なね、政治 そのアナーキズムにね、つながる要素をね、少し持ってるから、我々はそこで、ここでね、小池百合子とは何かっていうことをね、一言言っといた方がいいと思う。それはあの大阪でさ、橋本徹がさ、はい、やってたこととつながってる。で、小池百合子のパックにはさ、上山真一っていうさ、アメリカ外の経営コンサルタントがいるわけだ。これは、はっきりそのことを言った方がいい。小池百合子が、小池百合子の、小池百合子さんのさ、感情的な問題提起はある意味で重要だけど、その理論的なバックに小池百合子さんとはまた別のさ、要素が加わってる。これなんで最近このブレーンの人たちばっかりであるんですかね。本来だって都議会のね、ああ、国会の都もそうだったら、都の職員を信頼してね、やらなきゃいけないね、もう都の職員も敵だみたいなようなね、彼女の戦い方があるじゃないですか。僕はこれはね、ちょっと長続きしないしね、違和感を覚えるんですね、このやり方って。だから、東京都民だってさ、なんじゃ、テレビに映ってる映像だけでさ、あなたは、小池百合子のファッション評論家だいやいやいや、個人じゃないですけど、いや、僕もね、小池百合子っていうのはね、最初はね、まあ可愛いと思ってたわけよ。いや、可愛いとかじゃないですけどもまあ、ね、素敵なファッションだって おばさんだけどさ、はい、可愛いおばさんだなと思って。今はね、そういう見方をしてる東京都民っていうかね、日本国民っていうのはやっぱりそれはダメだよと思っちゃうね。いや、小池さんのね顔色は最近変わってきてるんだけどさ、やっぱり小池さんの、背後にあるものは結構ね、結構どぎついものがある。それをね、はっきりと分析していった方がいいと思って。なんか小池さんってね、最近思うのはすごく政局重視の人かなっていうふうに僕は思うんですよね。今回だから選挙があると思うんですけども、うん、まあなんか100人ぐらい立てるんだと、うん、
言ってましたけどね。だからまあこの先選挙も含めてね。だから今回の石原慎太郎に